シャックです。マッツです。今日のテーマはウォリアーズとビッグスリーは解体なのか。聞いた、ついに解散。わからんねんけれども、今回オフのいろんなエルメントピックの中で特に注目されるのがやっぱりこの話題でしょ。ついに動くのかどうか問題来た。いよいよ時は来てるかもしれへん。そんな今日はね、オフにウォリアーズがどういう問題に直面するのか、はい、だったりだとかっていうのについていろいろ思うことを話していきたいと思います。今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、僕ら応援する意味を込めて高評価ボタンポチッとポチー押していただいて、まだの方は忘れずチャンネル登録いただけると僕ら続けるモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。ウォリアーズは今シーズンカンファレンスセミファイナルで敗退してしまい、敗れました。残念ながら連覇は叶いませんでした。ただキングスに勝ったのはびっくりしたけどね。俺最後ゲーム7まで、シーズン振り返るとさ、シーズン前にはドレイモンド・グリーンとジョーダン・プールのあのちょっとパンチ事件から始まった。アンパンチ事件ね。そしてシーズン中はカリーだったりとかウィギンスが大幅に欠場した試合も多かった。ウィギンスもお休みしてたね。そうだね。しかもそんなウォリアーズは2月末ぐらいまでほんま勝率 50% やったから、半分チームやった。そうだね。でなんとか3月から勝ち越してプレーオフには行けて、よっしゃ。確かにファーストラウンドでキングスとねゲーム7の末勝ててんけど、ただやっぱカンファレンスセミファイナルではやっぱレイカーズのチーム力の差っていうのは正直明確にあったのかなと思います。そもそもレイカーズすごいね、短期間でチーム力ほんま20試合ぐらいで仕上げたすごいよ。ポジティブな部分で言うと、シーズン中はねクレイ・トンプソンが覚醒し始めたりとか、イエイクレイです。ロケツ戦でねちょっと40点オーバーのゲームがあったりとか、お前めっちゃあれ 300% かなんかやんな、確かとんでもなかったね。そしてプレーオフではまさかのケボン・ルーニーがリバウンドで大活躍。ルーニー年々男前になってる気がする。わかるそれは一人だけめちゃめちゃ元気って、かっこいいよ。ただプレーオフでは昨シーズンあったようなやっぱチャンピオンチームの安定感は正直ほとんどなかったのかなと思います。実際にプレイオフでも勝てたと言ってもほぼカリーの独力で勝ったっていう試合の方が多かったぐらい50点とか取ったもんね。50、そうやね。そんなウォリアーズはいよいよねこれ今シーズンオフに大きなチームの分岐点に入っていく。うわー、ついに動いちゃう。一番はやっぱカリー、ドレイモンド、そしてクレイ・トンプソン維持するのかどうするのか。支えてはくれてるよ未だに。もう2015年から昨シーズンまで4回チャンピオン取ってるんで、おかしいよね。おかしいそのうち2回はあの KD っていう人もいんねんけどチートなさらそうそう特にねドラえもんのグリーンは今回のオフにプレイヤーオプションになります。はい、以前からねドラえもんのグリーンはマックス契約を求めてるみたいな話も言われていて、ここがやっぱどうなってくるのかっていうのは一つ注目。現状ドラえもんは引き続きやっぱ自分はチームにいたいっていう話を言ってる。やっぱ痛いの、うん、やっぱりな、生え抜きでずっとここまでやってきて3人一緒に最後まで痛いわよな。そやし、やっぱウォリアーズのフロントがドレイモンの良さを分かってるっていうのは自分も多分分かってると思う。暴れまくってもなんとかしてくれてるしね。そうそう、音がめあるかもしれんけどとはいえちゃんとね自分を伸び伸びさせてくれてると。 ね、そしてドレイモンド自身も実は今シーズンのウォリアーズの敗退の原因っていうのはドレイモンドグリーンがジョーダンプールに対してパンチをしてしまったところがやっぱ大きな原因やったって反省してる。ここから始まってもうた。そうなので、やっぱ明らかにそこから信頼を取り戻すのにやっぱ時間がかかってるっていうのは本人も話しました。一回殴られ返したらいいんじゃん。確かにな痛み分けや言うて、そうそうそう、プールガチで来たよ渾身の一撃、渾身の一撃そして同じくクレイ・トンプソンも今回オフに延長契約の資格を得ます。あ、忙しいねこの辺。そうやね、クレイはね保証されてる契約は来シーズンまでやねんけど、ただ契約の交渉ができるってことやろ。そういうことで本人もマックス契約を望むって話が以前は言われてたんけど、望む、はい。だから現状で言うと減額でもいいんでウォリアーズにいたいみたいな姿勢もあるみたいな。心境がちょっと変わったと。ただねこれは言われてるだけでどういうソースから話が出てきてるか分からへんので、俺言うてへんしみたいな思ってるかもしれない。可能性もあるしなんかその本心じゃなくてもちょっとね建前で言わなあかんかったことを切り取られてる可能性もある。なるほどね。なので実際本心はこれ誰にも分からへん、本人らにしか分からんと。しかもそんなウォリアーズは来シーズンからねどでかい契約が2人始まります。やっちまってるからね。まず1人がアンドリュー・ビギンスと、来シーズンから4年109ミリオンのスタートがバーン。そしてジョーダン・プールとは4年123ミリオンの契約がスタートです。こっちがえぐいな。えげつないよ俺、ウィギンスの方が契約高いとちょっと勘違いしてて俺も思った、こっちの方がプールの方が上やってんな調べたら約20ミリオンぐらいプールの上でした。やばいやばい、これ長期で見たら2人も仲悪くなるかもしれんと。いや、やめてほんまにあんな昨シーズンさ、優勝した時にさ俺や金稼ぎに行くで言ったのに
あんたの方が稼いでるやんみたいになるかもしれんからね。そしてね、もし今回のオフでドラえもんがプレイヤーオプション行使した場合って、はい、ウォリアーズは来シーズンのチーム全体のサラリーって罰金額も入れて合計250ミリオンぐらい払うことがある。うわシャバシャバシャ、えげつないよ。札束が飛んでいく、飛んでいくね。札束で収まらへんかもしれんぐらい、札のなんか袋が飛んでいくみたいな、札のなんか袋が飛んでいくみたいな。素人 NBA、 実際に確かにこれでチャンピオンを目指せるチームなのであれば、当然ウォリアーズを勝てるんであれば、そういうチームやもんね。そういうチームただ思い出してほしいのが、言うても勝率 50% 台のチーム、そこにかける感じらしいも、ね、意外と止めるからね、出さへん時。そうやね。実際ウォリアーズは数年前のシーズンとかは勝てないからってさらに削減したっていう時代もあったんで、来るかもしれん。ここでありえるよ。しかも CBA のルール新しく変わるやんか、うん、なのでもしドラえもんのグリーンがプレーオフに行使した場合って、はい、もうオリエスお金払いすぎてるんで、誰かしら補強したいっつってもミニマムクラスの選手ぐらいしか補強できるわけ。あ、そういう新しいルールになるの。そう、より動きづらくなるんだよ。めちゃめちゃ動きづらいやなのでただでさえオリエスはもうビッグ3がもう高齢化してきてるのに、高齢化やのに高級やからね。でそこに対して補強ミニマムしかできんって考えると、終わったやん。また高齢化した選手しか取れへんわけよね。まあ、何も残らへんやん。そういうことやね。なのでウォリアーズとしてはもちろん3人置いておきたいみたいな話絶対あると思うんだけど、うん、この判断がめちゃくちゃ難しいわけ。むずいね。でこれは僕個人的な意見やねんけれども、ウォリアーズはね、カリー以外の主力は誰かしら動かした方がいいんじゃないかなと思ってる。さすがに厳しい、厳しいかなと思うし、いろんな事情で厳しいね。そう、ただねウォリアーズとしてはやらへん気もすんねんけど、行くぞと。そう、このままもういけるとこまで行くぞと。この3人がヨボヨボになって何もおらへん畑なんで、あるかもしれない。ただ僕個人としてはもうカリー以外誰かしらやっぱ動かした方が良くて、うん、そうね。でもちろんカリーがこれ残る以上ウォリアーズが再建に向かうっていうことはありえなくて、レイカーズみたいな感じになってくるんだろ。そう、レブロンおるから行くしかないみたいな。いやと思う。でカリーの契約は実は2025-2026シーズンまで残ってる、はい、つまりあと3年残ってるんで、例えば主力を誰かしら解体して来年1年間チーム作り直して、作りましょう。そしてカリーの契約が残ってるあと2年間で最後の勝負かけるみたいな。なんか無難にね、いい感じやね。っていうこともあるかもしれない。それか、あるいは若手選手を一気に放出して、はい、ボーン行けぞ、そう、飛んでこい。でもベテランのスターを入れて、ありがとう、ベテラン中心のロスターでもう一度優勝狙いに行くとか一撃狙いに行く感じ、ね、一撃狙いに行く。そっちはやめといた方がいいんじゃない。もう期間1年ぽっきりです。ほんまやね。なのである意味2011年優勝した時のダラスマーベリックスみたいな。ほんまやな。もうおじさん軍団でガボン、あれよう行ったね。いやよう行ったよ。なので現状維持っていうのは結構もう限界かなとは思ってる、うん、でね、もしウォリアーズが補強する場合いろんな観点はあんねんけれども、やはりねこれカリーのスコアリング助ける存在がもう一枚いないと厳しい。ほんまはジョーダンプールやってんけどな。いやしクレイ・トンプソンだったって思ってんけど、ほんまにねレイカーズのシリーズがほんまカリー一人やったから頑張った。いや頑張ってた以上のもう何かが出てた。一人で戦った感じがあってなのでさすがにもうレイカーズのゲーム6とかもカリーのガス欠感強くて、さすがにね。それでも32点取ってんのはやばかったんけど、そしてクレイも20ポイント台にアベレージ平均取ってんねんけれども、やはりねやっぱ重要な場面でなかなか機能しなかったことも相当痛かった。そしてあとはねドレイモンドグリーンのね控えがほんまに欲しい。むずいて、むずいねんな。いややっぱりねプレーははっきりしたのはやっぱドレイモンドグリーンがエナジー全開の時ってウォリアーズめちゃめちゃ強いから、グイングン動くんでしょ、ボールが。オフェンスではもうプッシュしまくるし、そしてディフェンスではもうスイッチしまくるという、ね、めっちゃ指示出すしね彼。ただもうドレイモンの年齢もあるんで、毎試合そのエナジーも 200% 出すのは難しくなってくる。もう半分ぐらいのドレイモンド欲しい。半分、そうやな、ドレイモンドの7掛けぐらいの選手がちょっと欲しい。ちょっとむずいぞ。難しいやろ素人 NBA。 ただねまずはねやっぱねカリーを助けるスコアラーがほんまに欲しいと。一番そこね、一番そこかな。なのでさらに高いメンバーからトレード候補を選ぶのであれば、ドレイモンドグリーン、クレイ・トンプソン、ジョーダン・プール、アンドリュー・ウィギンスあたりの誰かを出すしかないかなと。ウィギンスはもらい手がたくさんありましたけど、ウィギンスは置いときたいね。置いときたいね。なので予想できるのはジョーダンプールはもうねトレードまとまるんやったら出してあげてもいいかなと思ってし、クレイ・トンプソンも今回のプレイオフ、今回のシーズンで昨シーズンよりは格を上げた一人だと思うんで、うん、出せるんやったら正直出してもいいと思う。そしてその他若手で言うとジョナサン・クミンガも出した方がいいかなと思う。
彼の成長は難しい？難しいね。本人としてはもうトレードされたがってる雰囲気がめっちゃ出てるやん。あ、もう出してくれと。でこれはね、クミンガが悪いわけではないと思うんだけど、やはりそういうチャンピオンチームの中でやっていくってなると、どうしても求められる役割だけをこなさないといけないし、やっぱその試合によって出れないことも今回プレーオフめちゃめちゃ多かった。成長もっとしたいやろうしね。そうやね。同世代としてもう一人モーゼス・ムーディーがいんねんけど、うん、レギュラーシーズンはクミンガの方がプレータイムめちゃめちゃ多かった。だからプレーオフではモーゼス・ムーディーの方がプレータイムめちゃ多かった。変わっちゃったな。なのでやっぱクミンガとしても結構チームが出たがってるんじゃないかなと思うんで、もっとやれると。そうやね。このタイミングで出せるんならもう出してあげた方がいいかなと思う。なのでね、こっからもしカリー以外出すんであれば、どういう選手だったら一番ベストなのかみたいな。いいじゃん、夢見せてよ。ちょっとね、2パターン可能性あるかなと思ってるんで、はい、紹介していきたいねんけど、まずねこれ1パターンはペリカンズのブランドン・イングラム取りに行く作戦。来てくれ、攻撃力と攻撃力、しかも年齢まだ25歳、若い、そのままエースになってくれと。なってほしいね。ペリカンズとしてはもしザイオン中心にやっていくと決めた場合はイングラムどうするか分からへんっていうこともちょっと頭の片隅にはあるのかなと思うんで。ただザイオンはな、いつ怪我するか分からんからね。そうやね、ほんまに。でここも難しいとこやけど、でペリカンズ側のメリットとしてはそのためにはジョーダン・プールとアンドリュー・ウィギンスを出すしかないと思う。もろてくれと、この2人を。ただこれペリカンズ側としてはやっぱポイントガード、これシージャ・マッカロム以外にいないんで、若手欲しいよ。若手欲しい。なのでそこでジョーダン・プールにかけてみる。かけやな、大丈夫から。そしてディフェンシブなウイングもう1枚絶対必要なんで、ウィギンスはいいんじゃないですか。でプールは、俺はねチーム変わったらもっといけると思うね。あんなダムダムしへん。ダムダムはするかもしれないけど、だ効率は上がると思う。なるほどね。そう、なのでちょっとプールもね、ややちょっとクミンガと近い部分も感じるんけど、はい、チーム変わるともっともっといけるかなと思う。なるほど、アンチもされへんしね。素人 NBA 冷静に考えると、昨シーズンあんだけ良くて、今シーズンそんなスキルがめっちゃ落ちたわけではないやん。パンチのせいやって。そう、なのでだからこそもチーム変えてあげてもいいの。素人 NBA 2パターン目やんけ。これはね、いろんな意見あると思うんだけど、はい、もう一気にカイリー・アービングを取りに行く作戦。大変なことになるよ。いやー、そうやね。俺どうなるか全く想像つかへんわ。嫌ねんけれども、意外とカイリーはボール持ってないところでもめちゃめちゃ動けるんで、ね、オンコートやとめっちゃバスケに紳士やからね。そう、実はマブス行ってからのカイリーの姿勢っていうのは悪くなかった。悪くなかった。なので俺意外とウォリアーズのフィットいいんじゃないかな。頑張れる。うん、ディフェンスも頑張るしね、カイリーは、うん、なのでそのためには例えばクレイ・トンプソン、ジョナサン・クミがモーゼス・ムーディーあたりをまるっとまとめて動くね、出すしかないと。逆にダラス的に言うとやっぱシューターこれいないんで、やってくるね、クレイだったりだとか。そして次の時代を見据えてウィングのクミンがムーディー、そしてもちろん当然指名権も出さなあかんとは思うんだけど、ちょっとこういうね、カイリーはその超ベテランっていうところまで行ってないんだけど、30歳ちょうどぐらい、そこそこですよっていうところも考えても一ついいのかなっていうのは思って。いずれにせよウォリアーズはね、オフシーズンで何か動いてくる可能性はこれ十分あります。動いてくれた方が面白いね、盛り上がるよな、うん、これやっぱ結果論やねんけど、ウォリアーズっていうのはここ数年やっぱドラフトで失敗してきたっていう結果が今に繋がってることは正直否めない。難しいね、やっぱそこめちゃめちゃ難しい。じゃあちょっと振り返ってみるとさ、2022年はナンバー2ピックでジェームズ・ワイザー、ここにニコマニオいるからね。そうやね、入れてるけど懐かしいの。素人 NBA ナンバー2ピックやからね。そっか。そう、1位エドワーズ、2位ワイズマン、3位ラメロボール。ラメロボール取ってたらちょうどよかったかもしれない。今の話聞いてたらで、トレードダウンしたとしてもタイリス・ハリバートンとかもいるわけ。あの時代欲しかったね。欲しかった。でワイズマンっていうのはウォリアーズの中ではやっぱ輝けなかった。そして2021年は第7位指名権と第14位指名権持ってて、このデコ一緒コンビね。懐かしいな。これも7位でクミンガ。でクミンガもやっぱ次のエース候補としては出番もらえてないわけ。そうね。でこのナンバー14位ピックで取ったモーゼス・ムーディの方がプレーオフではやっぱ揃ってて、分からへんもんやな。ほんまむずいね。ほんまに難しいよ。でこのムーディも確かにめちゃめちゃいい選手やねんけど、あくまでロールプレイヤー、エースではないね。エースではないわけよ。なのでこのあたりのドラフトがなかなかうまくいかなかったっていうのが結構今響いてる。ドラえもんがいたらな、巻き戻してほしいな。あのタイムスリップみたいできるやつ。そうそう、タイムマシンや。タイムスリップじゃん。そうそうそう、タイムマシン。昨シーズンのウォリアーズが優勝した後のさ、はい、青写真で言うと、この映ってるプールとウィギンスの周りに、そうね、ワイズマンだったりムーディー、クミンガあたりでポストカリー時代を備えたいっていう
ていうね。うまくいきそうな気してたけどね、あの時は。俺でもいつもな、優勝を狙いつつ育成もやるみたいな。そうそう、うまいねって言ったら、やっぱ人生そんな甘ないね。人生ね、ほんまにそんな甘ない。これはね、難しいよね。優勝を速攻目指しに行こうとして、スタートってうまくいかんし、やっぱこういう優勝目指す育成が両立できないっていうのもすごい難しい問題。むずいぞ、NBA。そしてね、もう一つ、てかむしろこれが一番ウォリアーズ重要なんじゃないかなと思うのが、GM のボブ・マイヤーズの契約も今シーズンで終了になります。このボブ・マイヤーズ、ただのおっちゃんみたいな。めっちゃでかいおっちゃんやねもう。割とな、休日スタバで普通にコーヒー飲んでそうな。服装が。だからこのボブ・マイヤーズが今のチーム作ってきてるんで、はい、やっぱ彼がいなくなるとこれ全然変わる可能性もあるし。俺が変えてやるぜって変わったら変えたなるしね、新 GM は。そうやね。そうやね。やっぱ今回サンズもそうやね。オーナー変わって。変えたなるよね。変えたなる。俺だっていう証明になるからね。そうやね。そうやね。多分俺らがもし GM だとそうなると思う。ならんねんけども、なるやろうね。すまん、ちょっともうそろそろ卒業しようかって、ね。誰やねん、あのアジア人。めちゃくちゃ嫌われるよ。なので、ちょっとマイヤーズのもちろんね、延長する可能性も全然あんねんけど、はい、だからここがどうなるか次第で、ウォリアーズの運営が変わってくることは間違いない。いずれにせよ、今回敗退してしまったことで、今後のビッグ3を中心にどうするのかっていうのが、超不透明なウォリアーズなので、このオフどんな補強をするのか、ぜひ皆さん注目してみてください。ファンは震えてるね。間違いないな。うん、以上、今日はオフシーズンでウォリアーズが何をやるべきかについて、いろいろ注目点まとめてきました。あなたはね、ウォリアーズのオフはどういう風な補強をすればいいと思いますでしょうか？ぜひ皆さん熱い思い、コメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降は皆さんに楽しんでいただける NBA 動画をどんどん出していきます。まだチャンネル登録されてない方はこの動画もやったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本通常動画以外の限定動画出します。今月の末にねドラフト注目戦マニアック編やっていくのでぜひ皆さんメンバーシップ入ってください。お待ちしてます。サブチャンネルではメインでは語ってないトピックもいろいろ話してるんでそっちの方もチャンネル登録して待っててください。あっちもほぼ毎日素人 NBA では随時スポンサー様を募集しております。してくれ。一緒に何かやっていただける方や応援いただける方はぜひ連絡してください。基本 NG はありません。待ってます。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。そして最後におもこめ。おもこめ今日のおもこめは何？そうですね、前回やりましたスパーズがウェンバンヤマを獲得するのかどうか。羨ましいね。メロさん、メロスパーズファンの僕は職場のトイレでガッツポーズでしたっていう。いいね、トイレでわざ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 。もうみんないるとこでやりなさいよ。ちょっとやっぱ恥ずかしかったちゃうかな。気持ちはすごいわかる。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表してますんで今後もおコメント書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。土地狂って4位指名に降りてこい山ないやろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。